ね、FM 群馬、祈祷がマッカーサー、有吉弘行、広島に産み落とされた神童、神をも恐れぬその言動はセンスが生んだ化け物とも軽妙な語り口と切れ味抜群のコメントからお笑い界のメッシュと称される。一枚あげる。おい、あげるんだ。うん、褒められるのすごい好きなんだよな、あの人。ラジオネーム超重ギガジャクソン、岩下志麻、チンコの銃口を向けてきたシル男優に対して、アホンダラ、撃てるもんなら撃ってみーと言ってシル男優に負けない唯一の熟女ラジオネームとびっこ、井上晴美、ヘアヌードになるというのでポコチンを固くしティッシュを準備していたら、確かにパイオツとおけけを晒してはいたものの、頭を坊主狩りにするという余計な芸術要素をぶっ込んだたわけ結構前の話だけど、あげましょう。これも確か同感ですね。で、上回るレッツゴー万引き G メン、石坂浩二、日本男子が抱きたい女性芸能人第1位こと浅岡瑠璃子のみだらな肉体を軽々しく奪った上平然と捨てた悪魔のような男夜の何でも鑑定団と称し、毎晩のように女性の体を査定しては味見までしている悪しき性欲の塊代表作白い巨根見て肛門あげときましょう。ラジオネームパブリチェンコ、池上彰、バカどもに社会人なら知ってて当然の一般常識をひけらかすことでギンギンに勃起する特殊性癖の持ち主そんなことあるか、そんなこと、いい質問ですねあげよう、あげときます。ねえねえ、三平、池谷幸雄&池谷直樹、走る、飛ぶ、食う、寝る、浮気する、走る、飛ぶ、このサイクルを永遠繰り返すだけのサスケブラザーズ代表作なしあるあるある、メダリストだよ、メダリスト、あげよう。あ、ラジオネームとびっこ、はい、江本武典、プロ野球選手現役時代には甘いマスクから女性人気は抜群、なめなめしながら同時にちょびひげでお豆をブラッシングする夜の技巧派エースとして君臨、しかしお股が臭いから君臨ができへんの暴言とともにひげを剃り落とし球界を引退、著者には著書にカリビアン .com を10倍楽しく見る方法がある一枚あげよう。三平、MCAT、ボンバヘ、ファンキーガッツマンなど報復絶当のコミックソングを量産し続ける奇跡のラップ職人、こんばんは MCAT ですの一言だけで笑いを取れる天才コメディアンでもある、年齢52歳。むしろあげよう。ラジオネーム島根の長方形、カモン達夫、人の歌を勝手に変え私腹を肥やすうんこ、その替え歌は有吉弘行の足元にも及ばないが、いいものを食べているのをブログに載せることからお金はあるようだうん、あげよう。ラジオネームラッパーザギバチョフ、木村太郎、安藤優子の操る人形、少しでも安藤優子様の意見に合わないことを言うと机の下で足をギュウギュウ踏まれることに勃起す踏まれることに勃起する哀れな老人、口癖、安藤様靴を舐めさせてくださいあげる、パンあげます。ラジオネームラッパザキバチョ、金田一秀穂、デリヘル城に君の股間から出たこの水を漢字で何て言うのかなと漢字を使って攻め続けるサディスティックジジイ、最近好きな漢字は三つ壺サディスティックだ、あげるよ、サディスティックやんだな。
ラジオネーム北京ミ桑田真澄。オセロで黒が圧勝している状態の顔面を持つ元読売巨人軍エース。マウンドに立つ彼の顔を見たバッターはどこに白を置いたら勝てるんだろうとつい考えてしまうので、その隙にストライクを放り込むというやり方だけで勝利を収めてきた卑怯大物。ちなみに彼の顔面のオセロは四隅が白で埋まってしまっているため死んでも勝てない。あげるよ。すごいな。ラジオネームとびっこ。久保塚洋介。俳優、レゲエ DJ、カメラマンなど多彩な顔を持つマルチクリエイター、うん、2004年には鳥人間コンテストに出場するも低記録で予選落ち。あげよう。ラジオネーム蜂蜜マン、ケミストリー。嫌がる少女と粉木じじいを無理やり配合させ、内館牧子という妖怪を世に放った極悪非道なマッドサイエンティスト二人組。最近では森口教授と共同で行った実験が失敗し、宍戸城宅を全焼させてしまったため、指名手配犯として彼らのポスターが街の様々なところに貼られている。副業として歌手もやっているそうだが、その才能は半端な夢の一かけらもない。おい、上手。うまいこと言ったみたいな。あげようか。ラジオの飛びっこ。小堺一樹。昼間から会長しているサイコロ賭博の堂本。特殊なサイコロには数字ではなく文字が書かれており、その指示は破ることのできぬ鉄の掟である。主な出目に情けない話、略して情ばな、初めて丸々した話、略して始まる。小学2年生の時、教室でうんこを漏らしてしまい、以後ずっといじめられていた話、略してトラウマなどがある。あげようか。ラジオネームケツダシエッフェルト。小林克也。おじいちゃんラジオ DJ、 ナレーター。喋るときは常にお腹に力を入れているので、尿漏れは覚悟のうち。小林克也が濡れれば濡れるほど声が出ている合図であり、一部では潮吹き DJ、 ラジオ界のアキラエリと呼ばれた。エンジェルアリちゃん。おお、出た。ラジオに飛びっこ。酒井正明。コーラを飲んだ後ゲップをせずに全ての山手線の駅名を答えるネタや、股間にチンコを挟んで女になりきる芸など難易度の高い出し物を毎年披露していたことから、ミスター隠し芸と呼ばれるエンターテイナー。代表番組は池袋のマットヘルス城や五反田の地女性館のお姉様など、街の巨匠と呼ばれる風俗嬢の抜き技を星の数で採点する早漏ですよ。いいね。あげましょうか。早漏ですよね。早漏じゃないだろ、絶対に。分かんないですけどね。絶対に早漏じゃないよ。まあまあまあ、うん、ラジオネーム三平。早乙女太一。WDV 世界ウェルター級3位の白塗りボクサーだが、対戦相手をガードレールに叩きつけるなどの卑劣な反則行為を行ったため、現在は8位までランクを落としている。ちなみに現在の世界チャンプはニコラス・ケイジ、日本チャンプは松井和代である。松井和代は DV だね。あげますよ、もう。ラジオネーム不要義務。佐藤や太江。男のデコボコに向かって下半身を丸出しにし、勢いよく滑り降り、大開脚をして技を披露するという競技のトップアスリート。波はあるが本番に強いタイプ。しかし決して天才肌というわけではなく、酒を飲んで飲んで飲まれて飲んでを繰り返し、自分の壁を壊していった努力の人である。努力の人である。
さてやばいな、なんかあのニュースが出てからエロいなと思って、ますます俺好きになったな、うん、あるの嫌いになる人もいるけど好きになる人いるだろうね、すげえ応援したくなったけどな、あげよう。よく出ますね、ラジオネームドグサレヒューマニティ、サミュエル・L・ジャクソン、色白ムチムチボインの美女の肛門に口をつけ、すべての臓物を一気に吸い上げぐちゅぐちゅとむさぼり食らう身の丈6メートルの赤黒い鬼の右拳、それがサミュエル・L・ジャクソンである。ちなみに左拳は腹違いの弟ムサカ・ナオマス。すげえ面白いな。すごいっすね。あげるよ。分かったよ。すげえな。ちょっとほんと、辻君の財布がもう寂しくなっちゃうから、あんまり面白いの書いてこないでくださいよ、ほんとに。20年、町内会のドブネズミ。白石美穂。福沢明の股間を蹴り飛ばして、どこを蹴ったらジャストミートというセリフが出るという、福沢危機一物の考案者としても知られるゲームクリエイター。待望の新作として、岸辺、掛布、千正男などの人生を追体験する転落人生ゲームや、穴から出てくる西山真紀を叩いてポイントを稼ぐ早乙女パニックという話題のゲームの発売を控えている。すげえ、すげえな、あげよう。考えたな。ラジオネームラッパザキバチョフ。篠原真一。いまだに突然起きては外に出歩き、僕オリンピック優勝しましたよね。聞き続けるなし。哀れなモアイ像。優勝してましたよ。あげよう。ラジオネームとびっこ。鈴木杏。ポテトサラダやカレーの具材として人気のメイクインと並ぶジャガイモの一品種。メイクインの特徴は煮崩れしにくいことなのに対し、鈴木杏の特徴は子役崩れは成長すると残念なるクスになることである。ジャガイモ呼ばれちゃったよ。あげちゃおう。ジオネゴルゴさんって言われ、瀬川栄子。天井に張り付いた蛍光灯にしがみつき、群がる虫を主食として生活するボディビルダー。非常な直子と同じ髪型をしている時だけはおっぱいを揉ませてくれるが、待てど暮らせど誰も触らない。ボディビルダーじゃねえだろ。瀬川栄子のボディビルダーじゃない。1枚あげとこうか。ラジオネーム町内会のドブネズミ。関口博士。マイケル・ジャクソンのネバーランドを真似たフレンドパークというぼったくり遊園地の運営者。アトラクションを制覇するとメダルがもらえ、パジェロの挑戦権を獲得できるというのを売りにしているが、菊池雄星の写真がついたパンチングマシーンをデーブ大久保と競うアトラクションや、福留勲、福留のりおだっけ、福留のりおと長渕剛ペアの2人に AD 殴り対決で打ち勝つアトラクションなど、こちら勝てないものばかりであるためにパジェロ獲得などは無理、来園した者は皆ぼったくられ手に倒しを持って帰ってくる。ちょっとね、1枚あげときましょうか。はい、以上。ラジオのとびっこ。宋武志。松田聖子のモノマネタレントマネダ聖子や A ちゃんのそっくりさん矢沢 B 吉などと同じジャンルの天才マラソンランナー宋茂のそっくりタレント。ショーパブや地方のお祭りなどの営業中心に活動中。違いますよ。双子の男双子です、ね、そうですね、双子ですから。宋志牛のモノマネをやってます。宋武志です。宋武志。一枚あげておこうかな。ラジオネーム永久ラブソング。孫正義。
女子高生のスカートの中が盗撮できるようにシャッター音が出ないカメラや安くて近くて気持ちいい風俗店の位置を表示してくれる地図アプリなどリスナーだけが楽しめる機能が搭載されたスマートフォン有吉フォンの開発に励むソフトバンクの社長最近ではゲスナー同士が盗みやすそうな下着が欲しくある場所を共有し合うコミュニケーションツール LINE ならぬパンティーラインの実用化に向け日夜研究を続けているいやーすごいあげる開発されたらすごいですよね。ラジオネーム町内会のドブネズミ平の清盛。NHK で最低視聴率を取ったため経歴に泥を塗られた悲しき武将、その復讐を果たすため主演を演じた松山健一に小雪という綺麗な名前に化けた赤鬼に憑依し近づき結婚までこじつけ夜な夜なアナルに棍棒を入れる菊の門の戦いという所業を行って復讐している面白いなあげようか。ラジオネーム永久ラブソング。高橋秀樹、いつやるのと聞かれると越後戦かと答えるときでおなじみの予備校講師、テストの時にわからない問題があると越後戦かと書けば点数がもらえるらしいので生徒には大変人気がある。いつやるのって今でしょとかじゃなくて後でしょとかじゃないんだね。越後戦か強引だわあげるいやラジオネーム根は真面目。谷涼子、今をときめく桃色クローバー Z の元メンバー、担当カラーは黒帯まだ売れる前に群がるファンを得意の背負い投げでなぎ倒していた。しかし夢半ばで柔道のスカウトをされたため脱退した。彼女は今のももクロの活躍について、今は別々の道だけど純粋に嬉しい、またご飯行こうねと言っているバカじゃないの知らない時代かな。面白い、投げようか。ラジオネームインダスのリオ、ツンク、昨年発売されたシングル「しょっぱいね」が CD 売り上げ200枚を超える大ヒットを記録し一躍人気歌手の仲間入りを果たした音楽界のゴールデンルーキー、モーニング娘。のファンであることを公言しておりAKB やももクロといった今人気のアイドルに対するネットでの誹謗中傷のほとんどは彼の仕業である面白いあげちゃおう、あげましょう。ラジオネームとびっこ、辻のぞみ、白木みのる、池のメダカ、エマニエル坊やと共にアイドルグループミニモニのメンバーとして活躍。続いてエマニエルと共に新コンビ WU を結成するが、エマニエルの喫煙騒動で解散。その後ウルトラマンに出演していたイケメン俳優毒マムシ三太夫とできちゃった子希望の木に空と書いてノアと読ませる子供の名前は漢字検定でよく出題される難問の一つまあ読めないわね。そうウルトラマン毒マムシさん出てるからね。はい、あげましょう。ラジオネームワーギナーマイク、豊川悦司、濡れ場シーンのある仕事しか受けないことでおなじみのAV男優見習い白ブリーフで颯爽と現場に現れる姿は男版寺島しのぶという異名を持つ。最近は若い頃からの無理がたたってか ED 気味面白いな、あげようか。ラジオネームライスボール、布袋トラヤスエレキギターをかき鳴らし、ベビーベビーベイビーベイビーベイビーと叫びながら、出生率の減少した現代社会に化粧を鳴らして回る空想上の生き物、室町時代の書物によると、その全長は7メートル近くあり、真っ赤な皮膚で逆立った髪に角が2本飛び出し、風貌は布袋寅泰によく似ている写真だ。布袋トラヤスだ。これあげて、エンジェルあげとこうかじゃあ。来た、起きた、ね。ハンドル下がったエンジェルちゃんあげときましょう。布袋トラヤス。いろいろ頭ひねったな。ラジオネーム島根の長方形。ヌーボー。
1986年に森永製菓から発売されたお菓子、ヤフーでヌーボーと画像検索をするとなぜか田代正史も登場するので検索する前に注意が必要であるそう CM やってたからね、やってましたね、田代さんがね、パンあげときます。ラジオネーム寝て起きたら明日、ぬかいおさむ。もう多いな、このこの先現れるであろう向井おさむのモノマネ芸人テレビ初登場した後すぐツイッターが炎上することが予想される面白いな今日あげるよ、みんな困ってますよこれ。ラジオネームスカの弟、ノエル・ギャラが、世界屈指の毒舌家、彼の爽快かつ過激な毒舌はイギリスなどで人気があるのだが、世界に広まる際に誤訳をされ非難を受けることも多々ある、日本も例外ではなく、有吉弘行氏がパーソナリティを務める某ラジオ番組でノエルのミュージックステーションの感想を誤訳と気づかず垂れ流し、有吉氏が逆にノエルをぶった切るという事例も起きたその際ジェームズ・ボンドの敵役と称されたタモリを擁護したにもかかわらずAKB を粗悪品の山と言ったことに対しては反抗どころか同意をしていたため芸能界の内部情勢を垣間見れる一瞬もあった誤爆も悪いものばかりではないよ確かに俺ノエルがファンだけど、そうそうそう、その誤訳でタモリさんをバカにするなと怒ったんだよハゲとくわ、イサイムさんにラジオネームワギナーマイク、ノストラダムス、どうせこの世にいないからと鷹をくくり、500年後に人類が滅亡するなどという御託を並べ日本に社会現象をもたらした大嘘つき、今のスピリチュアル女子大生知恵やゲッターズ飯田の走りでありこいつらは信用がならない確かに、どうせ死んでるからも関係ねえやっていう。ラジオの希望の船林修先生、東進ハイスクール一発屋学講師、とにかくこいつのせいで毎日母親が俺の部屋の前でいつ職に就くの、いつ引きこもりやめるの、いつ結婚するのとうるさい。俺は聞こえないふりをして一人泣きながら心の中で来世でしょと返事をしてた。お前あげとこラジオのとびっこ藤森優子、いまだに第14回モノマネ王座決定戦でグランプリを獲得したのは不正なのではないかと世の中からバッシングを受け続けるセクシーグラビアユニットCC ガールズのメンバー。改めてその日の映像を見直すと、披露したジャネット・ジャクソンやアンリのモノマネは全く似ておらず、優勝は審査員ハリスナオに対する肉体接待によるものなのは明らかではない。いつまで同世代ですよこれ。エンジェルあげとこうかな。いろいろあるね。ダチョウさんも優勝したりとかね、してますしね。疑惑の優勝いっぱいあります。内容の夜嫌いの夜行性。ペリー。速やかに股を開きなさいという街で日本人女性に声をかけ女性を口説き、はーい開国からのペニス入港というお決まりのセリフを決め込み、行く時はあすいません沈没しちゃいましたと必ず言う外国から来たお茶目な女好きクソ野郎、まあ今で言うマイケル富岡みたいな人だと思ってください。最後の一言に何を一枚あげときましょう。最低ですね。ラジオのケツ出しエッフェルト、ヘテイトモヤス。ヘテイトモヤス。来週のホを前に我慢しきれず強引にも一周早く登場したヘコキミュージシャン。ヘッカーはコージとコンビを組んだコンプレックスはぽっこりお腹で悩む女子の女心を歌ったことで有名。一回にしろ、お前が我慢しきれなかったんだね。あげるよ。力
カラオさんです、ラジオネーム三平、堀北真希、ミスノースキャンダル、佐藤健に、あ、ごめんなさい、ミスノースキャンダル、佐藤健に運ばれた経験なし、一佐とのプリクラが流出した経験なし、白浜アランのマンションから出てきて丸刈りになった経験なし、まさに清純派アイドルの鏡だが、一つくらいスキャンダルがあった方がエロい。やっぱエロいかどうかこれエンジェルあげときましょう。ラジオネーム15年 B クラス、細野豪志、民主党所属の衆議院議員、先の参議院選大敗の責任を取り幹事長を辞任した、好きな国モナコ、好きな食べ物モナカ、好きな絵画モナリザ、好きな曲名もなき歌、嫌いな野球選手二本智弘。ちょっと本当じゃねえか。ありがとうも。ラジオネームテケミニ、包茎。大変優秀で女にもモテ、とこ上手でもあるエリート中のエリート。その証拠に一本グランプリ2回優勝のホリケン、世界最大のペニスを持つジョナ・ファルコン、かつて多数の女優とのハメ撮りが流出し大問題になったアジア一のやりちんエディソンちゃん、全員包茎である。ではなぜ包茎だけがこんなにも優秀なのか。それはズルムケどもが茶褐色の汚い祈祷を晒しているのに対し、我々の祈祷はピンクであり、なおかつ包皮によって守られているからである。そう、僕たち未だに向けてないアイドル桃色きと、ぜひ最低なんで最低な。余った包皮は恋の落とし穴なので、女性が入れ食いになるのも当然なので、有吉を中心とするズルムケどもはそのことを頭に入れ、我々桃きとにひれ伏し、きとすら守ってやれない己のちんけな包容力を恥じながら残りの人生を生きていってほしい。最初から最後までひどかったですね。エンジェルあげときます。ラジオネーム希望の船、松下ゆき、人間が近づくと朝倉と喋る大きめサイズのファービー。誰が来ても朝倉と言っていたが、最近は壊れてきたのか、矢口真理が近づいた時にはあばずれと言ったり、三谷幸喜が近づいた時にはアホズラと言ったり、真田広之が近づいた時にはあやたかと言ったりして言ってました。水木ありさが近づいてきた時にはなんか一気に老けたわね、どうしたの。朝倉じゃないのかよ。もういつで何人バカにやめよう。ラジオネームとびっこ、松坂慶子、グラマラスなボディと端正な顔立ちで男性ファンも多く、数々の映画に出演したスター女優、今なお艶っぽさは衰えていないものの、通称業務用冷蔵庫と呼ばれる巨体のせいか、バカなアルバイト店員が中に入って写真を撮り、ネット上にアップして炎上騒ぎを起こすことも多い、老いてなお世の男性を虜にする愛のスイッチ。あげるよ。うまいこと言いましたね。大丈夫、満腹っていない。三つマングローブ、一つマングローブ、二つマングローブに続く徳光家改めマングローブ家の三男。マングローブ家に共通するのは涙もろいことと男性のチンコを好物としている。一つマングローブって何。
あげよう。ラジオネームケケ、うん、室伏広治、緑色ではないハルク、鋼鉄のアナルパールをぶん回して放り投げ突っ込んだ尻穴までの飛距離を競うパール投げの選手。その様子を見て室伏と織田裕二が興奮し絶叫する。世界肉棒は圧巻の放送事故である。すげえな。全部バカだ。ラジオネーム涙の俺4号、モーガン・フリーマン、ほぼデンゼル・ワシントンのハリウッド俳優。僕には区別がつかないので合計を紹介します。年齢134歳、身長355センチ、出演作120本以上という異例の俳優である。数字だけを見るとほぼ化け物であるが、彼らの演技力も化け物クラスなので気にするほどではないだろう。足しはだけ彼らすごいですね。なんで合計しちゃうの。半沢直樹最終回スペシャル記念してこれエンジェルあげときました。ああ、年取ってる方がモーガン・フリーマンだよ。ラジオネーム希望の船、山田勝美、人類でただ一人サスケとセックスした男。いいね。全裸でスタートを切り、ローリング丸太にハグしながらディープキスをし、ジャンプハングのネットで自らを縛り上げ、ロイター版を愛撫しながら反り立つ壁をペロペロ舐め回し、左右に揺れるハンマーを何度も股間にぶつけ射精した。いやーすごい。あげよう。ラジオネームデビッド・ユーちゃん、野菜ソムリエ。芸能人が野菜ソムリエの資格を取得したというニュースをよく聞くので、うん、調べてみるとちょうどバレーボールのチームを作れるぐらいの人数が集まっていたのでここで紹介します。5番ブロッカー、著作権への挑戦、阿部夏実。6番リベロ、不幸のゴンゲ、大桃美代子。かっこバツイチ。いや、いらねえ、その情報。3番スパイカー、何もかもヤバい女、東原明。キャッチフレーズの仕方面白い。4番エース、幸せ吸引機、長谷川理恵。かっこバツイチ。8番レシーバー、萌え、お金が欲しいの、山口萌え。バツイチ。すげえ、すごい。7番セッター、偽アンジェラ・アキ、高木美帆。以上6名、東洋の魔女ここに見参。すごい、偽アンジェラ。野菜ソムリエとかやってるとさ、なんか料理できてモテそうだけどバツイチの多いこと多いですね。気の強そうな女性が。なあ、やっぱりそうなるんだな。やっぱりダメだ、これあげとこう。ゴルゴさんって山下達郎、ハゲにロン毛という。いや、もう頭からもう頭からもダメだよ。アウトだよ。何を言ってんのよ。どういうこと、意味が分かんないもの。こんなラジオでもびっくりすることあるね。何これ。山下達郎、ハゲにロン毛という食べ合わせの悪い頭部を引きずりながら毎日味噌汁を食らうハサゲマニア。こんなドラリヒョン歌手が毎年のようにクリスマスに現れるので、俺は子供の頃からこのクリスマスというイベントには怯えている。最低だね。エンジェルあげとこう。おお、面白い。ラジオネーム三平、はい、よし行くぞ、こんな村が嫌ならごちゃごちゃ言ってないでさっさと出ていけばいいのに、汚いダメ声でしつこく田舎をディスり続ける津軽のジブラ。ダサそうなやつは大体友達。これ超面白い。津軽のジブラ。
かっこいいんだか悪いんだか分かんない。本当だね。どっちなんだって。ああ面白い。これエンジェル上げとこうか。おお。いや面白い。ラジオネーム涙の俺4号。はい。吉田栄作。はい。あちこちで食事をしてはノーマネーでフィニッシュです。いい。会計を踏み倒すことで有名な無銭飲食の常習犯。妻である平子理沙の紐であることは周知の事実である点からもお小遣いが少ないのは明らかである。すげえ言われよ。すげえな平子理沙、すげえな平子理沙と。そうですよね、奥さん平子理沙さんですね。なんかいいな平子理沙みたいなエロいおばあさん。さっきからエロいエロい言ってますね、あのポスター見て。そうだね。いやそろそろだからほらどうしたんですか、 AV の有料会員になってるのもさバカバカしいからさ、もうちょっとポスターとかさ写真集に原点回帰してみようかな。いやだってやっぱ海賊やったらさ、やっぱりそれはそうそうほら見れないじゃん。そうですね、海の上ですからね。やっぱトラックの運転手さんとか、やっぱ船乗りさんってやっぱ部屋にエロい女のポスター貼ってるじゃん。貼ってますよね。やっぱそっちだろうなと思って、最終的にはああなるんだろうなと思って。ピンナップ、ピンナップですか。そうだな、これが原点ですね。これあげとこう。大丈夫、小ばちゃん、リカコ、リカ子さんのことを書くためにはまず情報収集からだと思い、インターネットでリカ子と検索したところ、予測検索ワードのところにリカ子嫌い、リカ子うざいなどと出てきた。私は憤慨した。その人のことを嫌いになってしまうのは仕方がないことだが、それをインターネットで検索することでその人たちの心は満たされているのだろうか。インターネットの進化とともに人々の心が荒んでいっていることがよくわかる事例である。長々と書いてきたが、要するにリカ子とは尿漏れ、嫌われ、クソババアの同義語である。尿漏れってなる。ひでえ、ひどいけどあげとこ。ね、大丈夫です。三平、はい、力士。食っちゃね、食っちゃねを繰り返して必要以上に体を太らせた挙句、ほぼ全裸で NHK の生放送番組に出演し、公衆の面前で抱き合ったり、塩をぶん投げたり、ケツに紐を食い込ませたりする。不謹慎な連中。あげよう。国技だって。大丈夫です。三平、霊能者、オーラだの、守護霊だの、スピリチュアルだの、実体のないものについてごっちゃごっちゃ抜かすだけで巨万の富を得て、その金で豪勢な食事をふんだんに摂取してブクブク太り、周囲のバカから先生などと呼ばれてニヤニヤしているカス中のカス、全員にハッピーハッピーに改名して地獄に落ちてほしい。私のこと言ってんのかしら。ちょいちょい出てくるな、大木よしこ。大木さん、太木さん先生ね。はい。ラジオネーム、とびっこ。あげとこ。お、おめでとう。ラジオネーム、希望の船。そういうこと。レオナルド・ディカプリオ、はい、いますか。はい、いましたね。はい、はい。世界一のタッチバックの使い手と称賛されている AV 男優。沈みゆく船の先端でタッチバックをするハードコア AV タイタニックは、死をも恐れない彼のタッチバックへの執念が垣間見える名作である。あるじゃない。あるじゃないよ。何見てんのよ、あの感動作品で。俺全部見たことないんだよな。あ、そんなシーンがあるんだったら見てみようかな。いや、ないよ。ない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 。感動的なやつだもん。タッチバックじゃないもん。寝バック。寝バックじゃない。立ってこう抱きかかえるやつだから。寝バック、タッチバックバージョンじゃないの、あれ。違う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 。寝バック起こしたらあれになるんだよ。
じゃあそんなことない、もうなんかなんか感動的なやつよ、感動的。奥さんとは何がお好きですか。なんで答えなきゃいけないんだ。奥さんとの話とか別にいいでしょ。いやいや、まあまあ、あれです、普通です、普通。バック、いや普通だって言うのバックじゃないよ。あ、正常位、正常位です。正常位からのバック、うん、うんじゃねえんだよお前。なんでバックって言わしたいんだよ、だったんだよ。あげよ。あげんのそれ、うん。ラジオネーム、ラッパーザキマチョ。渡辺謙。どんなものも刀で切るラスト侍。気に食わないものはすぐに切ってしまい、美味しくないキュウリ、つまらない漫画、ロッケンロールシェケナベイベーとわけのわからないことしか言わない内田裕也の首など、さまざまなものを切ってきたが、そんな渡辺謙でも切れなかったものは渡井哲也の金玉だ。すげえですね。やっぱすごいな。すごいですね。やっぱ切れないですね。こっち勝ちなんですかね。いや、どっちかわかんない。それ、うん、それこそ斬鉄剣で唯一切れないのはこんにゃくだからね。あ、逆にゆる。ゆるゆるで切れないの。でも硬そうな。渡井哲也その金玉は。硬そうですね。カキーン。なんかパーン。俺と。また切れなかった。あげよう。ラジオネーム三平。うきの正明。ネットニュースによると最近正明から西洋に改名したらしいが、車の中で40代のおばさんのちぶさをもみしだき、むしゃぶりつき、いざカーセックスという時にフライデーされた間抜けな事実は揺るがないし、世間が忘れても我々は絶対に忘れないだろう。忘れろよバカ。無知の正明あげときましょう。